大内正弘は、室町時代の守護大名。大内氏、第十四代当主。父は、大内のり母は、山名宗雲の養女で、山名広隆の娘。最盛期には、須訪、長戸、武前、筑前と、秋、岩見の一部を領有し、強制を誇った。応仁の乱には、西軍側の主力として参戦する。文化にも造形が深く。 後年山口が西の慶と呼ばれるキスを築く。文安三年、大内のりの子として生まれ、後元服寺に室町幕府第八代将軍、足利義政より返帰を賜い、父、範広からも一時を与えられて正広と名乗る。なお、交渉三年に、父、範広が幕府に無断で秋武田氏を攻めた際に歓喜を受けて、 幕府によって当時亀マ丸と呼ばれていた正宏が、大内市当主に建てられ、それが干渉4年に、範りが赦免されるまで続いたとする研究がある。干渉6年、父、範りの死により19歳で家督を相続し、諏訪、長戸、武前、筑前の死後も継承した。父に引き続き日民貿易をめぐり官僚、細川勝本と争い。 細川氏と敵対する伊予の孔の通春を支援する。これに対し細川氏は、大内氏追悼の幕名を発し、秋分軍主後、武田の部方や帰国人、小早川紀平、毛利と四元らが、秋で、大内軍と衝突した。一方、京から追放されて、父が引き取っていた、柴吉利氏は、正宏と勝本との敵対で、正宏から離脱し、 干渉6年12月30日に上落。将軍、足利義政に謝面されると、翌文昭元年7月23日に柴義門に代わって、柴主当主に復帰8月25日に越前、尾張、東,東美の守護に任じられた。義門は干渉6年の段階で畠山義成と山名宗運と繋がっていて、正宏も宗運と連携。 これらの確質が、応仁の乱の際に、半細川氏側につく要因となる。応仁の乱では、西軍の山名総運に加勢して、応仁元年7月に上落、およそ10年間にわたり、機内各地を転戦する。京都の当時二陣を構えた際には、兵力一万であったと伝えられる。応仁2年7月、西軍に将軍として擁立された、足利義美和正弘を、 作狂大部に任ずる。これに対し、東軍側にいた、将軍、足利義政は、山名総軍、大内正宏らを朝敵として、討伐を命じる大内垣を二度にわたって発した。これを受けて十二月には、東軍方の小二兄来と、総森貞が正宏の不在をついて、筑前に侵攻するが撃退されている。しかし、文明元年に、小二氏、 細川氏らに消しかけられたおじ、教皇が赤間関で無本を起こす。正宏は、増田帝剣を急遽帰国させ、留守を守っていた、重臣、東広島守の反乱鎮圧に加わらせた。広島守らの活躍もあり、無前にまで追い込まれた、教皇は、文明四年に自害し、乱を鎮圧された。文明五年、山名宗運、細川勝本が、相次いで病死し、三名。 細川良氏が和解した後も正宏は足利義美を京都の自定に迎え入れて戦いを継続する。だが戦いは小競り合いとなり、足利義政も文明6年11月13日に改めて正宏を左京大部に任じるなどの怪獣に乗り出す。最終的に文明8年9月に正宏は足利義政による東西和睦の要請を受諾し、 文明9年に入ると幕府は東軍による大内領攻撃を禁じるとともに、正宏が和睦の要件としていた河野通春の斜面に応じたことで一気に戦いは収束に向かい、10月に新将軍になった足利義直の名で、須訪、長戸、武前、筑前の4カ国の守護職を安堵され、11月に正宏と最後まで西軍方であった初代名が帰国のために、 京都を出たことで、応仁の乱は収束した。応仁の乱が収束すると、文明9年12月23日に山口に帰国、文明10年には九州に出陣して小西と戦い、武前、筑前を確保する。秋、岩見の豪族や国人らを侵入させ、北九州や瀬戸内海の海賊州を平定するなど、最国の支配権確立に力を傾ける。ところが、 正宏の留守中に大内教皇の反乱を沈めた東博守が両国を掌握し、正宏と広史守は対立を深めていく。そんな最中の文明14年に山口の正宏の館で東博守が吉見信頼に殺害される。通説では、東氏及び遠赤の増田氏と吉見氏の対立が原因とされているが、 広島守るから実権を取り戻したいマサヒロが背後にいたとする説もある。殺害の理由はどうあれ、家中で最も力を持った重心が消えたことで、マサヒロは家中を掌握することに成功し、成長機構の再編、先制確立を意図した自らの権力強化、戦場になった両国の再建に力を注ぐことになった。大内家壁所は、 こうした一連の政策の集大成といえる。法選寺跡の大内正宏を文明十二年に昇番州となる。長京元年、旧大将軍、足利義直が行った、大見国の六角高より討伐には、家臣、戸板広種を代理として参陣させた。遠徳二年、正宏は、朝廷が東大事情として与えていた、諏王国の国画料の木材に、 息子の御子と光を認じて、以後国画寮の租税は、大内氏が徴収して、東大寺に収めることとしたが、実際に徴収された租税が東大寺へ送られることはなく、大内氏の両国の中で、東大寺が独自の地位を築いてきた、数王国の国画寮を横領することに成功した。遠徳三年、十大将軍、足利義種に従い再度の六角高より討伐に、 従軍するため再び上洛。翌名王元年には、弱子、吉岡も参陣させている。しかし、明王三年、中部が悪化したため吉岡に家督を譲って隠居。明王四年に死去した。去年五十。ありがとうございます。